福祉について学ぶ神埼市の高校生が高齢者のデイサービスの運営を体験しました。ですから湿気でね、ジメジメしますもんね。入浴後に髪を乾かしたり、音楽に合わせて体操を指導したり。鳥栖市でデイサービスの運営を体験したのは神埼清明高校の2年生14人です。よろしくお願いします。嬉しくて楽しかったです。心優しい思いやりのある人でなからにはできん仕事、そういう人たちが育ちなさることは嬉しいことです。この取り組みは介護人材の離職を防ぐため、働き始める前から現場の判断や複数ある職種との連携を理解してもらおうと初めて企画されたものです。介護福祉士や管理栄養士など7つの職種に分かれた生徒たちはそれぞれの立場で利用者の介護に当たっていました。そう、なんか自分一人だけで働いてるんじゃなくて、周りにも関わっている人がいるので、そこを意識して視野を広くして仕事していきたいです。何を必要としてるかっていうのをしっかり声を聞くっていうのを大切にしていきたいと思います。今回は普段施設が展開しているデイサービスでの体験でしたが、生徒たちは来月自らスケジュールなどを企画し運営するということです。